今日はレジンを使ってちいかわのかき氷を作っていきます。スタート。ちいかわちゃんたちはこのつめつめ消しゴムを使うよ。自分で選んでつめつめするスタイルのはどこのお店も見当たらなくて、もうすでに容器に入っている状態のリレバンで買いました。一応全種は入れてくれてるっぽい。ちいかわだけ全身があるんだね。今回はこのハチワレとちいかわを使います。このままだと分厚いのでスライスするよ。デザインナイフではなくカッターナイフを使ってね。消しゴムより長めに刃を出してギコギコするんじゃなく、消しゴムに刃を入れたらそのまま下までスーッと押す。薄く切ろうとしなくても大丈夫だよ。って言いながら私が失敗したわ。こけちゃった。ごめん。気を取り直して再挑戦。さっきよりちょい分厚めにスーッと下まで一気に切ったら、刃をカッターをマットに押し付けながら手前に引いて刃を抜く。今度はうまくいった。片面はギザギザになってても大丈夫だよ。ギザギザしてる面をかき氷に貼っちゃえばいい。厚みも均一じゃなくても私は気にしない。先にウサギだけ練習で作ったんだけど、見て、厚み全然均一じゃないでしょ。でも正面から見たら全然わかんない。スライスしたちいかわちゃんたちの消しゴムは一旦置いておきます。次は氷を作っていくよ。氷となる素材はこちらの模型用粒状素材。私は S サイズを選びました。サイズで粒の大きさが違うよ。一つのかき氷につきスプーン1杯半から2杯ぐらいかな。この上にレジンをジャーッとかけちゃう。これくらい。ちなみにレジンはいつもの満点レジン。全体に混ぜ混ぜ。混ぜてる時にゴミを発見したらその都度取り除いていく。やば、発見、セーフ。見えるかな、こういう小さいゴミがちょこちょこ入ってる。硬化しちゃったらもう取り出せないので、この時点で発見したらその都度取り除いてね。レジン足りなかったのでちょい追加。こんな感じに全体的にしっとりしたら OK。 かき氷を入れる容器を用意します。直径 3cm のものにしました。なんで直径 3cm がいいかっていうと、消しゴムのサイズ感がぴったりだから。これより大きめサイズの器はありかもしれないけど、小さめはバランスが悪いかなと思ってる個人的に。かき氷のシロップを作っていくよ。宝石のしずく、アクアブルー、ピンクを使います。これくらいの量で OK。 濃くしたいから5滴入れちゃう。混ぜ混ぜ。鮮やかな赤。グラスの底に着色剤に適直接入れたら、先ほど色をつけたレジンを入れていく。なんで最初に着色剤を直接入れたかっていうと、この上に氷を入れて硬化するんだけど、なんか色が薄くなっちゃうんだよね。なので色が薄くなるのを防ぐために直接着色剤を入れました。じゃあ氷を入れていくよ。半分くらいまで入れたら軽くシャクシャク押して氷を全体に広げる。横から見るとこんな感じ。この状態で一回硬化するよ。グラスいっぱいになるまで氷を投入。ゴミ見つけたら取ってね。これぐらいまで氷を入れたらスプーンを入れていくよ。シルバーのスプーンにしました。これで一回硬化します。さらに氷を追加して
モリモリにしていく。あ、ゴミ発見。許さない。しっかり取り除く。もっとモリモリにしていくよ。高さが出てきたら朝食スティックなどでギュッギュッ通しながら形を整えていってね。好みの高さまでどんどん持っていく。形が決まってきたぞ。こんな盛り具合にしました。レジンで作ったいちごシロップかけていくよ。一気にかき氷感出てきた。めっちゃテンション上がる。下から上に線を描くように置くとシロップが垂れてる感じを表現できるよ。線を描いた隙間を埋めるとより自然に見えるようになるよ。美味しそう。そしてこの時点ですでに可愛いんだが、ちいかわちゃんとフルーツのパーツを乗せていくよ。いちごは絶対欠かせない。ぶどうも入れよう。スライスフルーツも入れていく。トッピングで揃いました。少量のレジンを用意します。ちいかわちゃんの片面だけレジンにドボンとつける。でかき氷に貼り付けていく。ここで一つ後悔が、レジン触ったピンセットでちいかわちゃんを押さえたからレジンがちょこっとちいかわちゃんについちゃった。それ気づかなくて硬化しちゃったよ。まあ角度つけてみないとわからないレベルなんだけどね。それでも悔しい。次はイチゴを乗せていく。何かこう乗せると存在感なくなっちゃうので切り口が上向きになるようにしました。ちなみにちいかわちゃんは片面だけレジンつけたけど、フルーツはツヤっとしてた方が可愛いかなと思って全面にレジンつけてるよ。最後にぶどうをてっぺんに乗せていく。正面から見てトッピングの位置を調整するよ。うん、これで OK。 硬化したいんだけど、これだと上の部分が当たっちゃうからハンディタイプにして、いろんな角度からライトを当てて硬化します。硬化しました。ただライト1回当てただけだと中までちゃんと固まってるかどうかわからないので、窓際に置いて翌日の夕方まで太陽光で硬化しました。かわいい。これはかわいすぎる。作って大正解。氷の質感もちゃんと出てて美味しそう。時間かけて硬化したのでしっかり固まってる。カチ割れもめっちゃ可愛くできたよ。やっぱ青には黄色が合うね。昔テレビでジミーちゃんが青には黄色しか合わないって言ってたのがすごい記憶に残ってる。うさぎさんもいい感じでしょ。てっぺんにさくらんぼ置くと一発で可愛くなるね。氷が余ったのでミニサイズのも作ってみました。器の側面にスライスフルーツ並べてみたよ。ミニフィギュアにちょうど良いサイズ感。え、生きてる。意外と簡単なのでみんなも作ってみてね。最後まで見てくれてありがとう。